平坂市線とは、愛知県西尾市の西尾駅から、港前駅までを結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線。すでに西尾岡崎新館を営業していた西尾鉄道により、1914年に開業した。第二次大戦中は沿線にある軍需工場への輸送で、運行休止を免れたが、古い設備の更新がままならず、西尾駅で接続する現在の西尾線が1500。 ボルトに昇圧されるのを機に1960年に廃止された。西尾港前間はバス路線に転換されたが利用客の減少から1時間に1本程度の運行になった。路線跡は整備されて県道43号線となっている。港前駅は同じ位置にバス停留所が立っている。名鉄東交通によるバス路線は2020年3月31日で、 終了し、4月1日からは6万国クルリンバスによる運行となる。路線廃止時点のモノ全駅愛知県西尾市に所在。西尾路線バステラス線、平坂、中畑線廃止のお知らせ、徳田光一、名鉄の廃線を歩く JTB、2001年、105ページ。ISBN 978から45億3 3 3万9232。 名古屋鉄道車市名古屋鉄道、1961年、656ページ、a 新 b 0 0 0 a Junk 4。名古屋鉄道車市名古屋鉄道、1961年、686ページ、a 新 b 0 0 0 a Junk 4。徳田孝一、名鉄の廃線を歩く JTB、2001年、106ページ。 ISBN 978から45億3 3百3万9232名鉄の廃線を歩く徳田光一編長 ISBN 978から45億3 3百3万9232ありがとうございます